こんばんは。前回の続きやっていきます。今全面戦争っていうのと、同盟ランキング、それと同盟対決っていうのがあって、これが戦闘系みたいなんですよね。全面戦争っていうのは他のサーバーの同盟の人と、で同盟対決は、これは今回はテクノロジー研究みたい。テクノロジー研究なんで、これかな、ここだと思いますね。あ、うん、ここら辺、うん、この中の研究で、争ってんのかな。あ、それか同盟テクノロジーかな、どっちかな。あ、今やってるわ。もうどれだろう、同盟テクノロジーでいいのかな、ちょっとよくわかんない。見た方がいいかな。ここに説明が、とりあえず、うん、どれかは書いてない。あと個人ランキングで自分が順位入ってたから研究でいいみたい。研究してたら順位入ってたんで、どこだったっけ。あ、ここかな。ここで研究してたら、順位は入ってたんで、この研究でいいんだと思います。ここが補給ステーション、これはね無料でもらえるんで、石とか鉄とか、あと Z コインね。Z コインは必要ですね。建設の時に使うやつ。これとはまた別に、もう一個コインがあって、そのコインは、ヒーローのレベルの上限値を上げる時に、上げる時に使うコインと、この Z コインはまた別ですけど、建設の時に使うことが多いですね。これも必要。全部必要ですね。足りないやつを、ここで無料でもらって、その後、ダイヤだったかな。これなんだ。ダイヤでいいのかな。これ使うんですよね。この 18,876。これで交換して。で残りはさっき言ったダイヤ、うん、ダイヤね使っていきます。で今結構電力は必要ないですね。電力は余るかな。それ以外の部分はちょっと足りないことが多いので、交換した方がいいですね。こんな感じかな。建設の時に結構使いますね。このコインも使うし、石も鉄も使いますね。あとね、このデイリーのクエストの中で、これかな、時短のアイテム使うやつがあるんで、これかな、累計で、これは360まであるんですよ。6時間分、こういう長いやつで、使っていったらいいと思いますね。例えばこれを6時間だったら、1、2、3、4、5、6で終わりですね。で、たらさっきのところ、これですね、これが今360までなってるんで、360分までなんですよね。これだから60ポイントがもらえるんで、100% にすると210分時短できるんですよ。この月の満ち欠けみたいなやつを。5がないぞ。間違った。じゃあ、どうしよう。あ、OK。闘技場がある。闘技場やってないんでやりますかね。闘技場、自分の戦力、画面左下、これ、防衛戦力。大体でも、戦うときも一緒のデッキにしてるんで、これですね。これ見ながら、勝てそうな相手と戦うんですけど、弱いやつは戦った方がいいかな。で、この、下の上が戦力ですね。7000とか48万とか74万というのが戦力で、下のポイントはこの箱の関係あります。14にすると最後まで、で6回ですね。1日11時ぐらいでリセットされるんだと思います。これいいでしょう。どうかな、勝てないかもしれないけど、やってみるか。通常はだいたいスキップして
してます。画面右下。今4倍のスピードでやってますけど、スキップした方が早いんで。今動画撮ってるんで、あの映像で押さえてますけど、通常はもう飛ばしてますね。あ、負けそう。なんか強いぞ。いやちょっといい勝負になってるけど、あ、やばい、これは負けちゃうな。くそー、残念。で、これで試合やって下のこのポイント貯めて、この宝箱開けるって感じですね。あと、対戦相手が強い時は、これですね、対戦相手変更。無料で1回かな。次は、ダイヤ使いますかね。あ、これいいね。こういう弱そうな人でポイント高い人選んで、ちょっとスキップしますかね。これでまあ、スキップって感じですね。これ、遠征も、スキップできるんですよね。遠征の場合は、自分が、今まで行った、最高の距離があるんですけど、それまでだったら全部スキップできます。これもスキップで勝てるんじゃないかな。で、こうやって宝箱を開けていきますね。それと、無限闘技場は車、これかな。これですね。このデッキに連れていけるんですよ。まあ、属性がついてるんですけど、これは略奪者。あと、攻撃系と防御系が確かあったと思う。で、この装備、パーツがあって、これが出てきますね。さっきの無限闘技場。闘技場が2種類あって、さっきやってたのこっち。で、こっちがさっきのパーツが出てくる。NPC と対戦して、同じ属性で対決ですね。お互い一緒なんで、まあ、属性で有利不利があるんですけど、まあ、それがないです。これも通常スキップしますね。ここは取りますけど、通常は飛ばしてます。で、これでスキップしますかね。これでスキップして、まあ、パーツが入ってくる感じですね。さっきので、これを重ねてレアリティを上に上げること、が同じレアリティのやつを3体生贄にして強いレアリティにしてって感じですね。ノーマルからレアにしてエピックにして、でレジェンドにするみたいな感じですね。探索はヒーローのレベルの上限値を上げるコインと経験値がもらえます。ちょっとこれハマってるんで、これ飛ばしますかね。遠征もちょっとね、今1800、ちょっとは伸びたのかもしれない。1850で、今途中ですね、1760。ここは病院でセットすると、戦闘が終わった後に HP が 7% 回復。あ、食事はもう使ってる。食事は1回の遠征に1度、HP75% 回復ですね。これすぐ終わるかもね。もう使っちゃってるんで。この緑のやつに、この、略、出しちゃっていうのが弱いんですよね。これも通常はスキップです。今までやったことないところまで行くと、このスキップっていうのがなくなります。1850まで行ってるんで、それ以内だったらスキップできますね。ログインして、まあ、デイリーやれるとこまでやって、これもちょっとやってログアウトって感じですかね。動画で撮ってるんでちょっと長いですけど、実際はもうちょっと短いですね。ログインしてログアウトするまで。これが、もう使わないのが一つと、どっちがどっち？装備の強化と、これが施設、あ、遠征施設のパーツ、こっちはもういらないですね。もう全部マックスまで上げちゃったんで。
じゃなくって、この塩あ探索か、探索の中で、わかるんですよね。これ。略奪者は、この黄色のマークのやつに強くて、黄色は青に強くて、青は緑で、緑はこの略奪者に強いみたいな、こういう風になってます。これね、ちょっとね、ちゃんと覚えてない。緑とこれだけは覚えてんだけど、あとなんかそんなに覚えてないですね。これはね、あとさっきの全面戦争はあと12分ぐらいで終わるみたい。これ相手のところに飛んでって、まあ、戦闘ができるみたい。今見たら、自分とこの同盟と相手のとこの同盟でこうポイントで何パー、例えば80対20パーとかなってるんだけど、100パー対0になってたんで、もう見に行く必要もないと思いますね。だからちょっとここはもう開かないです。こっちはいい勝負だったような気がするんだけどね。相手の方が勝ってた。あ、じゃあこっちは相手が今度対戦チームの方が圧倒的に勝てたと思う。そう、さっきのテクノロジーのやつは6% 対 94% 自分たちの同盟が 6% ですね。ただまだ時間があと20時間ぐらいあるんで、もうちょっと改善されるかも。さっき途中までだったんで、これ今 65% ですけど 100% にしてちょっと時短しますかね。210分時短になりますね。70でしょ、8、9、10、ここ出てますね。210分間時短と作業と研究が210分短くなるかな。これは多分ね、上の建設とか下の研究とか210分短くなったんだと思います。ちゃんと確認してなかったけど、時短のアイテムも使えるし、まあ、こういうので時短することも可能ですね。と最後にガチャしますか。ちょっと膠着状態なんですよね。今戦力570万で、これが兵を作るとか3箇所あって、ディフェンダーとあとファイターと、ファイターね、上がシューターって3種類あって、今21ですけど、24にすると今度今7まで作れるのが8なんですよね。目標としては24で、24作るためにはまず、ここだったっけな、コントロールルームっていうのレベルを24にしないといけないんだけど、22から23にするのにちょっと最初何日か忘れましたけど、あと37日ぐらいあるんですよね。でこれを時短アイテムとか使っていくんですけど、こういうの使って減らしていくんだけど、ちょっと足りなそうな感じかな。まあ、これダイヤ使えばね一気に減らせるんですけど、なんかちょっともったいないなと思って。でこのダイヤとかは、課金すると1ヶ月に2900円ぐらい課金すると、1ヶ月間毎日ちょっとずつ増えますね。もらえるのと、ここで探索で入ってくる収入が増えたりとか、あと2900円課金すると、これが開けれるようになる。このプレミアムボックスっていうのはこれ開けれないんですよ。今課金してないと出てきます。で購入しますか出てきていって、これが2つ、サブスクするか、サブスクは毎月なんでちょっと毎月ちょっとって2900円ちょっと試しに買いますね。そうするとここら辺が全部もらえるやつ。ダイヤ、毎日240もらったりとか。あとメンテナンスね。メンテナンスっていうのは、行動力があって、それを、ここで増やすんですよね。で、今5を使うんだけど、無料でできるやつが1日1回あって、まあ、それの回数が増えるってことですね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。